やり方を教えてもらえますかはい、つみえやき。こんにちは、大西です。今日も型の応用を一緒にやっていきましょう。今日は何かのやり方を教えてもらえますかということで、人に頼む言い方ですね。Could you tell me how to? 動詞原型。この型を地にしましょうね。えー、英会話が初心者の時代っていうのは、 いろんな表現を薄く当たっても自分のものにならないので、しっかりとした基礎を固めるために、きちんとした土台作りをするために、量は少なくて、もその表現の数は少なくてもいいので、コアとなる表現を地にしましょう。それは繰り返すってことですね。はい,いろんなものを薄くとっちらかってたくさんやるんじゃなくって、土台となるフレーズとか会話とか、そういった基礎学習ですね。 もう訓練ですよね。トレーニングですね。それをやっぱり繰り返しやらないと血にならないんですね。で、この地盤が薄いと結局その後上がらないんですよね。だから中級とか上級とかね、こう、あの、花開いていった、開花した後っていうのはもちろんいろんなね、手当たり次第でいろんなもの、気になるもの、わーいって思うものやっていいんだけど、ただ土台作りはもう基礎工事なので、ここはですね、 あの手堅くですねしっかり何度も何度も同じものを繰り返して血になるまでやった方が結局その後早いですよということですねはいではやっていきましょう No.1could you tell me how to spell your name 意味としてはあなたの名前の綴り方を私に教えてくれますかっていうことですね紐解いてきますねえ文法はですね基本的には理解しないと効率が悪いですこれ丸覚えしても、 まあ、丸覚えはできるかもしれない。もしかしたら。でも、応用効かないです。文法が分かってないとですね。文法は重箱の隅をつく必要は全くないんですけど、ただ、成り立ち、語順とか、どういう時にこの単語を使うのかっていうのを知ってないと、次、応用が効かないんですよね。このフレーズしか知らない人になるじゃないですか。ね。実際の会話で、今からこのフレーズで言ってくださいって言うわけじゃないでしょ。自分でそれを応用して、 ね、技を使っていくわけなので、応用が効く人になるためには、基礎分布はとても大切なんですね。で、なんかいきなり熱く語っちゃったんだけど、とりあえず説明しますね。はい、くじゅっていうのは、can you? と同じなんですけど、can you って can ってできるじゃないですか。なので、あなたできますかってことなんですが、can の過去形クッとになると、柔らかくなるんですね。 can できるっていう直球の表現に対して、こう一枚和紙を挟んだような、もわーんとするわけ。だから柔らかく聞こえるし、丁寧に聞こえるっていうことですね。なので、まあ can you でもいいんですが、can you より口うの方が柔らかく聞こえるよっていうことですね。はい、could you tell me how to ときましたね。はい、この tell という動詞は目的語を2つ,2つ取れるんですね。tell 人、物ですね。tell 人、物。目的語1個目が me 目的語2個目が How to 動詞原型になってますね。はい。目的語っていうのは一生名詞なんですね。決まってるんですね、これはね。はい。えー、なので、あなたは伝える。私に伝える。How to spell を伝える。ということになるわけですね。目的語 O1、O2 は両方名詞ですね。はい。では、この右側2個目の名詞の方、目的語の方を見ていくと、えー、spell っていうのは動詞なんですね。つづるという動詞です。 How to 動詞原型で何々の仕方という名詞のパッケージを作れるんですね。ここは綴り方、綴る方法っていう名詞を作りたいので、How to 動詞原型で何々の仕方というパッケージになります。なので、綴り方になるわけですね。あなたの名前の綴り方を私に教えてくれますかになるわけですね。はい、こんな感じで英語ってすごくこうレ,レゴブロックのような言語なので、そのレゴブロックの基本的なところでいいんですよ。中学校の文法とかでいいので、 基本的なレゴブロックの作り方。 左から右に組み立てていくこの漢字をやっぱり知らないと応用が効かないので文法も大切ですね。ただ文法ばっかりカリカリ勉強しても話せるようにはならないので必ず口を動かしましょうっていうことですね。はい、なんか今日暑いわっていうことでやっていきましょう。では Could you tell me how to 動詞原型で全部まとめていますので作ってみましょうね。OK, number two この単語どう発音するのか教えてもらえますか ?Could you tell me how to 発音するっていう動詞は pronounce ですね。pronounce。はい、この単語 this word。はい、こうなりますね。はい、could you tell me how to 動詞形。pronounce は えー、発音するという動詞、this word この単語ということになりますね。No.3 この機械の使い方教えてもらえますか ?Could you tell me how to 使うという動詞は use? はい、何をこの機械、this machine はい、こんな感じですね。No.4 水の出し方を教えてもらえますか、まあ、なんか難しいんでしょうね。なんかどこに、どこ出じゃうちみたいなね、そういう感じでしょうかね。はい。まあたまに そういういホテルもあるかな、はいあ。あと最新式のやつとかねこの間私熊本行った時熊本駅のトイレのあの手洗うところ <laughs> ちょっと日本語出てこなかったんだけど手洗うところが水の出し方わかんなかったんですよなぜかっていうとダイソンのの最新式のあのなんていうの蛇口だったの。だからひねるとこがなくてえこれどうやって出すんだって一生迷いましたよねはい。 まあすごいです。はいということで、Could you tell me how to 水を出すっていうのは基本、ひでるので、回すからトゥーンを使うんですね。トゥーン h e water って感じですね。はい。えっ、ー、と、トゥーンって回すってことですね。オンって稼働状態ですね。オン、オフって言いますよね。 オンの方向に回すから、電化製品の電源をつけるとか水、水をひねって出すとか、そういう意味で使うわけですね。なので、これで水を出すになるわけです。OK, five. これの支払いどうするのか教えてもらえますかはい、今支払い方法っていっぱいありますよね。<laughs> はい、まあ、私も生徒さんは結構クレジットカードで支払っていただいたりとかもするんですけど、まあ、どうするんですか <laughs> みたいなね。はい。Could you tell me how to 支払う pay ですね。 はい。これのってことは、これのために。for this. はい。こんな感じになりますね。はい。なので、今日は、Could you tell me how to 動詞原型で何々の仕方を私に教えてもらえますかっていうこの言い方ですね。こうやって一つの型をあの文法の知識もあって理解すれば、あと動詞とか単語を入れ替えれば表現がめちゃくちゃ増えるじゃないですか。これを地にするっていうことですね。はい。では、音読していきましょう。No.1 Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Could you tell me how to spell your name? Number two Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word? Could you tell me how to pronounce this word?3. n この機械の使い方教えてもらえますか Could machine? Could machine? Could machine? you how to you how to you how to use 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 tell 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 this 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 me 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 ?Could you tell me how to use this machine? Could you tell me how to use this machine? Could you tell me how to use this machine? Could you tell me how to use this machine? Could you tell me how to use this machine? Number four Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Could you tell me how to turn on the water? Number five. Could you tell me how to pay for this?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  Okay. Hi, Anatano. Thank you for watching. See you next time. Bye!